皆様こんにちは。今回は Android Auto のカーナビゲーションで高速道路や有料道路を利用しない経路を設定する方法をご紹介させていただきます。2016年11月より Android 5.0 以降の機種単体でも利用できるようになった Android Auto を車運転用の UI に最適化するサービスの Android Auto ですが、カーナビゲーション機能を利用した際に高速道路や有料道路を利用しない経路を設定する方法が分からずに困った方も多いかと思います。 Android Auto のカーナビゲーション機能は Google マップのカーナビゲーション機能とほぼ同じにもかかわらず、高速道路や有料道路を利用しない経路を設定する経路オプションが Google マップとは異なる場所に格納されています。また Google マップのカーナビゲーションではナビゲーションを開始する前にメニューから経路オプションを開くことができるのですが、 Android Auto ではナビゲーションを開始してからでないと経路オプションを開くことができなくなっています。この違いがあるために Android Auto で高速道路や有料道路を利用しない経路の設定が見つけられないケースが多いわけです。 Android Auto のカーナビゲーションで高速道路や有料道路を利用しないようにする設定の経路オプションを開くには、まず目的地を設定してナビゲーションを開始します。ナビゲーションが開始されると表示される画面右下の経路アイコンをタッチします。すると経路の全体画像に切り替わり、経路オプションがここで表示されます。高速道路や有料道路を利用しない場合は該当する項目にチェックを入れて完了をタッチすると、選択した項目が考慮された経路が再設定されます。 Android Auto を利用されることが多い方はぜひ参考にしてみてください。以上、Android Auto のカーナビゲーションで高速道路や有料道路を利用しない経路を設定する方法のご紹介でした。